今日はダブルウェディングリングのキルティングをします。昨日生物学的製剤の注射を打って痛みや腫れが引いてきたので、やっと針を持つことができるのでキルティングの続きをしたいと思います。だいぶキルティングが進んで、あとはここの落としキルトをしてキルティング終了です。ここのお花の部分は全部完成しました。あとイオンの手芸屋さんでパイピングの生地を購入してきました。とりあえず今日は落としキルトを進めていこうと思います。頑張るぞ。通らない。指が曲がらないので玉結びが難しいです。ここ縫いました。今気づいたんですけど、ここがまだ縫ってませんでした。ここの部分を縫います。縫えました。保護猫の里親募集サイトで可愛いお見合い相手を見つけたので、先日依頼主さんのお宅へ行ってきました。無事にお見合い成功して、来週からトライアルが始まります。必要なものをみんなで買いに行きました。猫と一緒に暮らすために必要なものをみんなで買い物に来ました。まずトイレの砂を買います。依頼主さんに教えてもらった砂を選びました。次はトイレを探してます。こんなにこれ1個だよ、1個1個1個4つある。あと猫のご飯を入れるもの、食器と水を入れるものです。あと爪研ぎが必要です。おもちゃも必要です。いっぱいあるので迷いましたが、これにしました。猫の毛を整えるしゃもじみたいです。